アメリカの軍用機の特に戦闘機なんかのコックピットって全部日本製ですよ。これはセラミックで日本製しかできない。中もね、ケーキにあるね、クリスタルリキッドもね、液晶体もね、これ戦闘機が急上昇したら急降下するとね、温度の差でね、濁ってくるからね、日本製しか使えない。クリントン政権の最後の頃ね、日本がですね、アメリカ、ソニーという会社がね、プレイステーション2というね、その子供の遊び機器を作りました。これはあの中に搭載されているマイクロチップがね、世界の数字を集めましたがね、アメリカの宇宙船に搭載されているマイクロチップの倍ぐらいあった。子供の遊びの機械にこんなものやられたらとんでもないってね、アメリカは慌てて絶対これは中国に売るなと言いに来たのと同時に、悔しいんでね、戦闘機のコックピット、軍用機のコックピットのセラミックとかね、液晶体なんとかね、自分で作ろうということで、通産省は随分抵抗して反対だけど押し切られて、作ってる日本の会社は企業秘密になる生産工程まで見せた。会社物々って言ったけども、まあアメリカさんの圧力で。そして結局どうなったかといったらね、これはダメだと、日本と同じものを作ろうと思ったんで、日本のお金の倍かかってね、要するに時間も倍かかるからね、これやっぱり日本から供給させようということで決断できたんですが、まあ、そういう経過がありましたね。とにかくね、日本はですね、中曽根さんの時代に磁気支戦闘機すごらしいものを作ろうと思ってね、あの頃はステルスなんかなかったんだけども、これを持ってこられるとどんな空中戦でもどの飛行機もかなわないということは、中外でのね、サマソルトの半径がね、 F15 の倍、半分なんだから、だから後ろにくっつけられてビュー宙返りしたら相手の後ろにくっついちゃう。でこれはね、ものすごい圧力で涙を飲みながら三菱重工を諦めてですね、その回アメリカはね、 F15 はね、その時の世界最高の戦闘機だったんで、これを日本とアメリカもっと改良してね、F15 のそのスペシャル版はね、日本とアメリカだけで使おうじゃないか。まあそれで三菱重工も情けないことに分かりました、折れた。本当は作っときゃよかったんですよ、アメリカは作らせなかったの。今そんなこと言わないだろうね、アメリカ、日本で作った優秀な戦闘機を売ったらいいんじゃないか、アメリカに。あのステルスなんてね、友上さんが言ったけども、あの上に乗ってるレーダーに映らない塗料ってのは日本でしかできないんですよ。そんなこともね、知ってか知らずか知らんけどね、しかもあのステルス F22 ですか、日本もそれ買いますったら、うん、売ってやってもいいけどライセンス生産させない、ね、一切ブラックボックスなんか入れてね、値段あったらアメリカで買う値段2倍もする。こんなバカな買い物してるね、さっさと日本で作ったらいいじゃない。私はね、それもできると思いますよ。まあいずれにしろね、そういうことをやるためにもね、とにかくね、その何て言うんでしょうかね、日本はね、日本の自力でとにかくやれたことやるぞというあるね、その日本の持ってる軍事力の、要するに技術的なポテンシャルというのを見せる必要がある。そのためにはね、実際に核兵器作んなくたってね、シミュレーションやったり、やりだしたところでみんなザワザワするんだから、ましてそのコンベンショナルストライクミサイルみたいなやろうと思ったらできるんです。でまあとにかくそれでもしませんとね、中国はあれでしょ、尖閣諸島、とにかく日本が実効支配しているのをぶっ壊すためにあそこでもっと過激な運動だと言い出した。どういうことですかね、あれ。日本の固有の領土は沖縄返還するときにはね、あそこの島を全部帰ってきた。あれはね、非常に沖縄ってのは島が多いところでね、私その時随員っていうかオブザーバーでねいましたんで、私あれはね、ヨットでやると同じようにね、こうポイントをね決めてね、それでそのね、それを結んだ7つかやつのポイントを結んだね、線から南にあるね、海上の特急物は全部日本に沖縄として返すという、そういう条文にしたんですよ。で帰ってきた、この尖閣俺たちのもんだって言い出した。とんでもない話だ。でね、東京都はあの尖閣諸島を買います、買うことにしました。多分私が留守の間に実務者がですね決めてるでしょう。
あ、東京がね買うのって、ね、栗原さんっていうね一同が持ってるのとね、それはね栗原さんだって怖が怖が本当に迷いながらあれしてるんだけど、これやっぱりね本当は国が買い上げたらいいけどね、国が買い上げると品が起こるからね、なんか外務省ビクビクビクしてやん。あそこに最初に東大作ったのは僕ですよ、仲間の貯金して。それでチャチな東大なんだけどね、両親喜ばれたんで、そしたら日本青年社っていうね右翼の団体が、あれ金持ってんだね、私たちが入れますんで頼んだら立派な東大作った。そして足りないとこあったら直させるよと言って、私水路部にね行って検査させたね、これとこれと直してくれってんで立派な東大作った。その東大が光発光しだしてもね、外務省のバカがね海図に乗せろって言ったら、時期尚早って、時期尚早って何ですか、日本の国土にね日本人が作った灯台をね火灯すのね、チャートに載せなかったらかえって危ないんで、僕なんかヨットやってるから、今は GPS が発達しましたけど ね、あの灯台なんだか分かんないしぶつかったりするんで、山椒多いところだね。ですからね、とにかくねその載せろって言うけど載せなかった。私の息子が同じように国交省の大臣になったんで、お前頑張ってねとにかく載せろと言うんでですね、押し切ってです日本人が作った尖閣諸島の灯台にですね、日本国保安庁これを作るってプレートやっと貼らした。その尖閣も今の政府の姿勢じゃね危ないんでね、私はあの栗原さんっていつも昔からよく知ってましてね、本当はその学生たちにねチャチな灯台作ってもらった時に、その時の島の持ち主は古賀さんっていうんですけどね、沖縄の人でね、古賀さんのとこ行ったらね旦那さんが亡くなっても耳王子になってて、いや残念ながらねついこの間ね大宮の栗原さんっていうんですけど買いたいっていうか売りましたってね、私栗原さんのとこ行ったら政治家に一切会わないって言うんですよ、嫌だから。ところがねそのあれですな、栗原さんのその家敷ってるおばあちゃんのね親友っていうのは私の父親のね昔歌手だった、親父が支店長してるというか次長だった人の未亡人でね仲いいんで、その人がね取り持ってくれて会いましたらね、おばあちゃんがね戦争中広大な土地をね飛行場を作るってね接収されてね、もう私のところはどんどん土地をただただ取られて、もうこの屋敷だって何千坪もあったのね区画整理で削られてこのざまです。私はもう政治信用してませんから絶対に政治家に預けません。だから石原さん石原さんで会いましたけどね、私たちはちゃんと守りますから。そのおばあちゃんが亡くなってちょっといろいろ事情も変わってきましてね、で今の当主の栗原君の私とパラ話をするって、ね、会いましてね、東京が買うことにいたしました。東京が尖閣諸島を守ります。あそこは立派な漁場になりますしね、立派な漁場になりますね。沖ノ鳥島だってね、中国が台湾やシナやですね朝鮮の船が来て乱獲したのね、私船作ってあそこ守らせるために組合長頑張ってですね、あそこに漁礁を作ることで日本の漁船が行くようになったら外国の船を追われた。尖閣はもっといろんな意味があるでしょうということですよ。まあ日本の政府が嫌がるかどうかは、どこの国が嫌がろうとですね、日本人が日本のそうね国土を守るために島を所得するのは何か文句はありますか、ないですよ皆さんね。ということでね、やっぱりやることをね着実にやっていかないと政治も信頼を失うしね、そういうことで、まあ、これからねそういうものの認識をし合うことで、まさか東京がね尖閣諸島を買うということでアメリカが反対するわけはないよな、ないでしょノーって言ってくれて、これで安心して終わります。ありがとうございました。Governor, you are a lighthouse to all of us. Thank you. Thank you very, very much. I would ask our colleagues, Walter, will you and our colleagues please come up? And I have a number of questions that were asked by the audience. But one of them, you said you didn't want to talk about energy, but here's one that you never mentioned the word Taiwan. I think we have mutual friends in Taiwan. Will you talk about Japan and Taiwan?
Yes. For a minute? While our friends are assembling for the panel. If you would talk. Still standing.台湾はですね、まあ、日本にとって非常に大事な友人で、私もあの前の大統領の李登輝さんは、ね、非常に親しい友人でしたし、台湾の中部で、ね、大地震が起こった時も東京から私も行きましたし、いろんな技術者をです、ね、派遣して、援助しました。まあね、同じ中国系の民族が住んでるわけでしょうけども、まあ、やっぱりそのビジネスということと、それからやっぱり民族とか文化のプライドというのは違うでしょうから、私はやっぱりですね、台湾は台湾として独立を保つことが世界全体にとっても大事だと思っています。Walter, would you like to? Yes. Yeah. Thank you. I think Mr. Governor, I think we'd proceed to the panel at this point, if that's okay with you.